に梶谷をまた戻しました。1番で石川、2番梶谷、3番モーガン、4番ブランコ、5番中村則博、7番金城、6番金城、7番が荒波、8番鶴岡、9番ピッチャー須田、そして今先発メンバー変更がありまして、モーガンに代わってセンター松本圭次郎ということで、まあ、監督のメンバー交換で最終的に、スターティングメンバーということになるわけですけれども、ね、直前で変わるというのも珍しいですね。そうですね、何かあったんですかね、あったんですかね。モーガン今日練習は元気にやってました、はい、滑るとは思うんですけどもね、はい、立ち上がりをどう乗り切るかですね、うん、レフトへのフライです。レフトの松本、風にずっと押されていきますが、フェンスに近いところアンツーカーの中で取りました。ワンアウト。ちょっとびっくりしたっていうふうに言ってますが、今日は北風が吹いてまして、どちらにちマツダスタジアムの広島戦で先発して5回を投げて勝ち投手になったんですが、その時は右肘の違和感を訴えまして5回でマウンドを降りて勝ち投手を取っています。完全に詰まった打球、セカンドの石川からブランコに送られて2アウトです。2アウトランナーなし、まあ、試合しか投げずに非常に苦しんで、ようやくこの3年目、今年はこう自分でも、まあ、初完投初完封というピッチングもしましたし、手応えを感じているシーズンだということも言っていましたが、ここは3番の松山がセンター前のヒット。2アウトからカーブ、松山が出塁しました。低めの方がいいと思いますね、ストレート打ち取りました。内野フライ、ファールフライです。ファーストブランコ、風で戻される、おっと危ない、いやよく取りました。今ブランコとこの鶴岡がちょっと苦笑いを浮かべて言葉を交わしてましたが、まあ取ったところから言えばキャッチャーとこのカーブはかすりましたね。デッドボールになりました。やっぱり DeNA の方は、ね、はい、やはりこの立ち上がりですよね、今度は立ち上がりの攻めの方でね、うん、今井投手を攻略していった方がいいと思いますね、はい、特に完全に打球が死にました。今井が素手で拾って一塁に送球して送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。はいですね、これは詰まりました。内野フライ、ショートのそよぎが掴みました。2アウト。初球引っ張ってサード左破りました。石川三塁を蹴ってホームに帰ってまいります。ブランコは一塁を回ってストップ、石川ホームイン。ブランコの三塁左を破るタイムリーヒット、1対0ベイスターズが1点を先行しました。まあ強烈な打球でしたね。まあ変化球は、ね、高めに浮いてきたんですけどもね、はい、それを逃さないブランコいいですよね、少しグラブに当たってますかね。当たってますね、さあ中村ワンボールワンストライク、球すくい上げました。ライトちょっとスタートを遅れました。ライト前進取りました。ライトの松山ちょっとスタートが遅れましたか、しかししっかりと掴みまして3アウトになっております。1回の裏ベイスターズブランコのタイムリーで1点を先行しました。まあ、今年は前半戦は大ブレイクした丸ですが、ちょっと一時打撃が低調な時期がありました。ショートゴロ、ショートの梶谷今この顔をしているというのは送球したボールかなり変化したんですかね。滑ったんじゃないでしょうか ね滑ったかもしれませんね、はい、右中間ライトが追いつきそうです。ライトの金城がゆっくりとランニングキャッチしまして3アウト。3回の表この回は3人で締めました須田。3回の表終わって1対0とベイスターズがリードしています。いい当たり、サードの右を破ります。
レフト前のヒット、いいバッティングですね、ノーアウトランナー一塁、2勝1敗2勝1敗でいっていけばね、はい、そのうちに3連勝することもありますからね。なるほどね、1つのカードで3連勝することもありますから、はい、やはり一番の条件ですよね、勝ち越して終わるというのはね、お、ここはヒッティング、ファーストキラー、下がりながら掴みました、2塁投げられません。お、バントの構えからヒッティングでしたね、今バッターですね、かといってホームランバッターじゃないんでね、はい、これホームラン打ってやろうとかいう気持ちは捨てて、はい、いい当たり、あとショート取れません、石川は三塁回ってホームに向かってきた、スライディングセーフ、弾き飛ばしました、ボールが後ろにこぼれて今井がバックアップ、いや馬場コーチも一旦止めていたんですが、ショートが後ろに反らしているのを見て、もう石川の方も全然止まる気なく走りました ね。松本慶次郎二塁へ、2対0です。これスピードに乗ってたらなかなか止まれないんですよね。あ、しかも今日は足場が足場ですからね、悪いですからね、はい、ここでショートの添え木、これもグラブに一旦入れていたんですが、石川のスライディング、ちょっと石原と交錯しましたけれども、いないということで ね、はい、内野フライ打ち取りました、ファーストブランコ、風で戻される、今度は先ほどよりは安心して見ていることができました。若干引っ掛け気味にいいまっすぐも来てますからね、詰まっています、センターの荒波シングルキャッチしまして2アウト、セカンドゴロです、石川ブランコに送って3アウト、さあ5回の表も0点に抑えて勝ち投手の権利を手にしましたと同時にゲームが成立した横浜スタジアム、5回の表終わりました、2対0ベイスターズがリードしています。ちょっと真ん中に入りました、レフトへ大きな打球、松本慶次郎、あっとフェンスに当たった、一番上、菊池は二塁へ、ツーベース、カープこの試合初めて長打が出ました、もうちょっとでホームランという、今の外構えたの真ん中高めに来ましたよね、シュート回転で入りました、はい、このボールですよね、はい、これやはり球数が、ね、70球超えてきましたからね、はい、やはり1回、ね、セカンドの右、ライトへ、2塁ランナー3塁を回って、止まったノーアウト三塁一塁、同点のランナーが出ました。林さん、はい、カープサイドの須田投手についての見方が入りました、広島の梅スコアラーは前回のかもしれませんけど、はい、変化球が抜けると一番怖いですからね、うん、この高さ、高く上がってセンターフライ、荒波前に来る、三塁ランナー岸、タッチアップからスタート来た、いや止まったバックホームはダイレクト、帰れません、さすがに菊池の足でも帰れません、今のアウトですね、アウトですね、いや素晴らしいですね今、打ち上げて右中間の浅いところ、いやそんなに浅くないですもんね、いやこれだけ高く上がったらね、外野手前に出ながら受けづらいし投げづらいんですよ、なるほど、上から落ちてきますからね、はいはい、あんまりこう後ろから助走をつけて前に出れないんですよね、あ、取るのに一生懸命なっちゃう、バットの先、レフトへの浅いフライ、レフトが使いました、三塁ランナータッチアップがスタート来た、ショートがカットしてバックホーム遅れました、ホームイン、一塁ランナー二塁向かう、鶴岡が二塁に送られてタッチアウト、タッチアウト、スリーアウトになりました、しかしその前の菊池のホームインは認められます、菊池のホームインは認められます、ここでレフトへのフライで松本からのバックホーム、ショートの梶谷がカットに入ってちょっと遅れましたね、しかしここで鶴岡が落ち着いて二塁でアウトを取りました、スリーアウト、カープの得点1点にとどめております、6回の表を終わっています、いいわけですが、うん、インサイド外れました、フォアボール、久本ワンアウトから鶴岡にフォアボール、そして須田に変えてピンチヒッター後藤を起用します、
いい当たりだ、レフトの左、フェアです、長打コースになる、鶴岡は二塁から三塁へ、後藤二塁へツーベース、レフト線いっぱいに入りました、後藤ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁三塁です。低めの難しい球ですけどね、やっぱり左ピッチャーの入ってくる球には強いですね、左ピッチャー強いですね、オンラインですかね、ほとんどね、第1ベイスターズ1点のリード、追加点のチャンス、もう一球インサイドストレート、見逃し三振、やっぱりその前にインサイド来てますから、今度は外っていう頭が石川ありましたかね、まあ、今の高さもいいですからね、いい当たりだ、ライトへ打球伸びるか、逆の中入った、バッティングですね、梶谷の第10号スリーランホームラン、鶴岡後藤に続いて今梶谷がゆっくり帰ってまいります、プロに入って初めての2桁ホームラン、梶谷ホームインしてスリーランホームラン、5対1、今シーズン梶谷はこのスリーランホームランというのは3本目になります、9月1日のヤクルト戦神宮球場以来の第10号のスリーランホームラン、インサイドのストレートしっかり振り切ってますよね、先ほどもセンターに大きな当たり、はい、カーブ打ちましたから ね、 そうですよね、今の高さにまっすぐ振ればいいですよね、はい、今のいい高さですね、んっとバットは振った、キャッチャー後ろに反らしています、鶴岡あと添木の背中に当ててしまいました、いや先ほど落ち着いてねいいプレーを見せたんですが、これはエラー悪送球がつきます、バットが折れてセカンドゴロ、バックハンド飛びついた、セカンドへトスしてホースアウトだけ、まあしかしこれはこれでいいですね、はい、1つずつでいいですよ、はい、飛びついて補給した石川、すぐグラブからボールを出せませんでしたので、まあ、ダブルプレーはダメでしたが、いやこの一つずつのプレーがダブルプレーにつながるんですからね、はい、だからこれはもうお互い精一杯のプレーしてますから、はい、もうこれで十分だと思いますね、はい、確実に一つアウトを取りました、はい、ワンアウト詰まっているセカンドゴロ、今度はゲッツーを取れるか、ショートへ梶谷が一塁へ転送、ダブルプレー4-6-3、太田3人でこの7回の表カープを0点に抑えました、ボールはもう黙ってても前から来ますからね、おっとこれはいったか、切れなければホームランだ、入りました、ブランコ36号、変化球を引きつけてブランコらしい春先のいい時のブランコ、思わず中畑監督も笑顔でうなずいています、ブランコのソロホームラン、ゆっくりゆっくりとブランコ9月に入って初めてのホームラン、今ホームインしています、6対1、8月31日のヤクルト戦神宮球場でルーキー小川から打って以来です、36号 ホームラン、これでブランコも今日2打点、すごいですね、すごい打球でしたね、上の看板に当たりましたよ、このカーブ低めの球ですが、うわ、もうちょっとで、ショートゴロ、そよぎからキラに送られましてワンアウトです、この差を痛感してますね、いやさん、そういうのも野球ですよ、ね、これもヒットだし、そうなんですよね、バットの先、まあ、渋いゴロでしたがいいコースを飛んで、まあ、今日はちょっと合っていなかった近所にとって嬉しいヒットですね、やはり低めはセンターなんですよね、はい、低めはセンター考え方が違ってたなと思ってね、あいい当たり、サードの10番先発野手全員ヒットになりました、一塁ランナー近所、二塁を蹴って三塁、
ボールは中堅ショートの鈴木に返って今サードに投げ返されています。荒波熱戦のツーベース、ワンアウトランナー二塁三塁、11本目のヒットです。ただ金村さん、やっぱりこう打席の中でこれなんか荒波自分のスイングできてますが、はい、なかなかさせてくれないわけですよね。そうですね、うん、それをなんですかね、キャンプのワンボールツーストライク、スライダー、ちょっとその前の自打球の影響があったんでしょうか。鶴岡スイングアウトの三振、ツーアウト。そしてピッチャーに打順が回りましたので中畑監督、代打田村を起用します。ストレートのフォアボールになりました。ツーアウトフルベース、フェアボール。サードの頭上、レフトセーバー、フェア。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーもホームイン、一塁ランナーも三塁を回った。バックホームとの競争だ。滑り込んでタッチはアウト、アウト。田村は一気にホームを狙いましたがタッチアウトになりました。しかし石川のタイムリーヒット、ツーベースが出まして、これで2点を追加。7回の裏は3点、8対1になっております。ベイスターズ大量リードに変わりました。あ、打った時のホームランって距離すごく出てますもんね。フリーバッティングと飛ばそうと思ったら、そうですね、飛びますからね、はい、大きくて足の速い人はもっと打球飛びます。あ、なるほどね。そういう人がホームランバッターになっていくんじゃないかなという気がしますね。あ、ここはそれだけショートゴロ、そよぎどうかな、間に合うか、おー間に合わない、内野安打。足で稼ぎました、梶谷。これも梶谷の魅力、ショートへの内野安打、ノーアウト一塁です。これ難しい球を当てるのが精一杯でしたね。こういうのあるからって言って、はい、ああいうボールを当て逃げしてほしくないんですよね。なるほど、こうしていってしまうとアベレージもちょっと下がってきますよ。あ、崩してしまう、はい、そうなんです。できれば確かに、あの好調のバッターが調子を崩すその発端というのはボール球に手を出し始めるということがあるって聞きます ね、 そうですね。松本健次郎の打球、これは行ったか、右中間入った。松本健次郎第4号、花火が終わった後、そうですね、山下公園の花火が終わったら、こちらの花火、ベイスターズ打線の花火が横浜スタジアムで炸裂。松本ホームイン、2点追加、2桁、10点目になりました。甘い球ではありましたがしっかり打ちましたね。これも腰が入ってますよね、はい、よくなってきましたね、この松本選手も。そうですね、はい、やっぱりあの昨年の秋季キャンプから今年のキャンプと本当にこういう若い野手はバットを振り込みましたから、その成果っていうのは出てますね。またこれ左対左、右対、一つは今シーズン特にあの序盤はレギュラーとしてね、本当にいい仕事をしました。しばらく4番を務めていた時期もありました。広瀬詰まっています、ショートゴロ。梶谷から石川に送られて試合終了、10対1ベイスターズ勝ちました。これで中畑監督は監督通算100勝をマークしております。そしてベイスターズは今シーズン初の4カード連続勝ち越し、3位のカープに再び2ゲーム差となっております。